はい、どうも、沖縄の杉でございます。さて、最近 PS4 版のマインクラフトばかりやってましたけど、今回久しぶりにパソコン版のマインクラフト、影モッド付きでやっていこうと思います。なんかね、すごい、やっぱりこの画面に慣れちゃうと、気持ちいい。普通の画面でやるのがなんかすごい違和感が。ただ、実際この画面で冒険したことないんで、今回はこのまま、どのぐらい冒険できるか試してみようと思います。さあ、行ってきましょう。人もこうなるんだね。あ、これはコンクエストというテクスチャーを使ってやっております。さあ行こう。おー、外も明るいぜ。さーてと、今回はどこ行こう。あのなんか作ってたお城みたいなとこ、あっち行こう。あの辺りとか、あとちょっと廃校も覗いてみようかな。お、水の中すっげえ綺麗じゃねえこれ。え、ちゅちゅ、え、綺麗。あ、そうそうそう、影モッドの設定いろいろいじって変えました。そしたらなんか余計ね綺麗になってる。さて、今回この中行ってみようかな。ここはこんな風に、だいぶ作り込んでおります。あれ、ここなんで閉じたんだっけ。あれ、なんで閉じたんだ、ここ通れなくしたんだ。あれ、なんだっけ、なんでこんな風にしたんだっけ。まあ、いや、行こう。あれ、村人、誰これ。え、ちょ、え、魔女か。あれ、わかんないっけ。え、ちょっと待て、ここでこれで死んだら、死なないのよな。え、ちょっと待て、ちょっと。で、しかもこのコンクエストの音、何これ。まあいいや、というわけで今回、廃校にフル装備で入っています。なんか普段と全然違うわ。これなんだろう、石炭、ん、なんだろうこれ。あ、ラピスラズリかな。うん、なんかそれっぽい。全然ね、なんかものすごい違和感、別のゲームみたいな感じで、確かこの辺りから先に行ってないんだよな。こっからだっけか。こっから先だ。行ってないんだ。それで、よし。こっちは、行き止まり。どの石が何か全然わからないよ。これ、どうやって向こうに行こう。え？何？何？何？うわ、あれ、スケルトン。どうしよう。ちょっとこっち側から。これ石炭かな。石炭っぽいな。回り込んでじゃない。これ絶対ゾンビ。よいしょ。たく、あっ、死亡でございます。こんな。ちょっと早く死にすぎた。戻ってきちゃったよ。せっかくあそこまで行って。移動ものすごい時間かかったんですけど、あそこまで。あの廃校までものすごい時間かかったの。今、またあそこからやり直し？とりあえず行こう。これ多分レールだな。この辺りになんか、何がなんかわかんない。川の、これ帽子？はい。金のブーツ。まあ、いいよ、とりあえずこれで。レバー。サドルか。武器もない。とりあえず。いや、まあ、とりあえず、これだけの装備で行ってみるか。なんか適当に穴も潜って出てきます。とか、松明もだいぶ作ってやったやつ足りなくなってんな。食べ物系は、また食べ物も集めてこないと。さあ、行こう。あそこまで行くのはかったらいいから、やめた。どっか適当に、穴を探して入って、軽く攻略して戻ってこようと思います。あの廃校まではもう無理だから。もう一回水の中見よう。
よいしょ。かっこいい。綺麗だな。なんかゴミ歪みっぷりとかちょっとゴミが浮いてる感じも。おぉ、かっこいいわ。あれ？ちょっと待って、ここに穴が。洞窟発見。え、こんな近くに洞窟あったんだ。よし、行ってみよう。よし。あら？行き止まりへ。帰ろう。適当に洞窟探検って言って、これじゃ探検にならないな。あ、そういやさっきのお城みたいなやつ、あの近くにもなんか洞窟があったんだよな。よし。行ってみよう。あ、これ下から見てもかっこいいな。ここ洞窟？違う。ちょっとこのね橋みたいなやつもちゃんと足をちゃんと作っていきたいっすな。やっぱりちょっと影モッドで普通にゲームをやるのはきついかな。なんか無理っぽいような気がしてきた。邪魔。もう豚とかもすごい顔してるし。よいしょ。悲鳴がすごいね、また。よいしょ。あれ？よし、あれ？あれ？あら？間違えた。OK。それで確かこの辺りにね、穴があったはずなんだよな。どこだっけ？あれ？まぁ、ちょっと入ってみるか。あ、さっきの入り口塞いでた石は取りました。で、一度クリーパーに爆発されてしまう。こんな感じ？ちょっとあっちこっちボコボコになっちゃったけど。お、クリーパー！うん、逃げ逃げ。それで、穴が。穴、ここだっけ？まあいいや。ここ。どっちだっけ？で、こっちは行き止まりなんだよな。それで、こっち。こっち側が、まだ奥があったような気がする。この辺りまで来ていて、で、こっち、なんか、向こうに繋がっちゃってて、終わりだな。豚かい。じゃあ、こっちか。おっと！ちょっと待て。よいしょ。ちょっと待て。よいしょ。ちょっと待て。あった！こら！とりあえずやっとこう。よいしょ。また死んだ。また死んだよ。しょうがない。今日は、とりあえずこんなところで一旦終わりにしよう。もう移動するの疲れた。あ、空が綺麗だ。実際にはね、移動時間とかやったりして1時間以上やってるっす。もう疲れたっす。今回はもうこんなところで一旦終わりにしようと思うっす。というわけで、今回こんなところで内容がすごい薄くなっちゃいましたけど、はい。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。次回は、もうちょっと濃い内容でやっていきたいと思います。それではまた。